誕生日おめでとう。俺はもうお前との生活が耐えられない。はなになにどういうこと上の句と下の句が真逆すぎてパニックなんだけど。そのままの意味だよ。俺はもうお前と暮らすのが耐えられないんだ。だからお前とは離婚することにする。いいな。いや、ちょっと待ってよ。さすがに納得いかないんだけど、ちゃんと理由を教えて、そして話し合おうよ。理由そんなの自分の胸に手を当てて考えてみりゃわかるだろ。いや、わからないんだけど。 教えてくれないしょうがねえな。お前が40のバーバアだからに決まってんだろ。は俺はまだ30なんだよ。なんで40のバーバアと暮らさなきゃいけないんだよ。普通に考えてめちゃくちゃきついだろ。いや、それはあんたが私と結婚したからじゃない俺が結婚したのは美人でスタイルのいい30歳の女性だよ。それがお前、みるみる劣化しやがって。 今じゃ見る影もねえバーバーじゃねえか。だって私は病気をやっちゃったんだから仕方ないでしょ。私だって悩んでたのによくそれをバカにできるね。でかい病気をやって体型が崩れたのはかわいそうだと思うよ。でもさ、妻の体型がみるみる崩れていくのを見てる夫もかわいそうだよね。で、そんな妻の40の誕生日を祝わなきゃいけないって、そんなに辛い話はないよね。本当に最低。信じらんない。 酔っ払ってんの確かに酒は入ってるけど、俺はいたって冷静だ。これは俺の本心だ。今日をって、お前とは離婚する。その家もくれてやるから、もう俺に構うな。いや、もともと私の持ち家だし。うるせえんだよ、ピーピー、言いやがって。そんなに俺と離婚するのが嫌か若い男が恋しいかあんたと離婚するのは大賛成だよ。ただ、あの家は私の持ち家だから、くれてやるってのはおかしいよね。 はいはい。そうやって負け惜しみを言っとけばいいと思うわ。そのまま誰からも相手にされなくなって死んでいくんだからな。よく10年も一緒に暮らした相手にそんなことが言えるね。ひどいと思わないのひどいのは俺の人生だよ。むちゃくちゃにしやがって。お前みたいな年間の馬場を養うために生まれてきたわけじゃないんだ。養うって <laughs>。 住んでるところだって私の持ち家だし、収入も私の方が多い。悪態つくのはいいけど、その辺しっかり自覚してもらえるかなうるせえ調子に乗るな女のくせに、そういう生意気なところもムカつくんだよあっそう。じゃあまあ一人で頑張って生きていきなさいよ。あんたみたいな情けない男についてくる女がいるとは思えないけど。だからそうやって現実逃避すんなって。俺にはもう女がいるな。えそうなの そうだよ。だから、今日で40になったようなバーバアとは離婚な。お前みたいな年間じゃなくて、若い女の方がずっといいわ。覚えてろよくず、クズ。うせえ、バーバー。どうなっても知らないよ。いいんだね。ああ、いいさ。お前と人生を添い遂げるのが一番の地獄だからな。じゃあせいぜいお前もいい相手見つけろよ。犬とかな。本当に、知らねえからな。 ねえ、ゆうやから離婚を告げられたんだけど、もしかして今一緒にいるああ、私は大金だったのでもう帰りました。けど、彼は店を出て、他の友達と合流して飲んでるみたいです。相当酔っ払ってる様子で、0時を過ぎて、京子さんの誕生日になったら離婚を告げるって言ってて。はあ、いつも面倒をかけて、本当に申し訳ないね。い,いえ、私は仕事ですから、ただ、 京子さんの旦那さんだと分かって接待するのがちょっと。彼がキャバクラに行くくらい全然いいんだけどね。でも、彼本当にひどいんです。酔っ払うと京子さんのことをいつも侮辱して。私も本当に許せなくて。でも仕事だから笑顔でいなきゃいけないし。私のことで腹を立ててくれてありがとう。マキちゃんは優しいね。でも私は大丈夫。それより、私の心配は彼。 もしかして、マキちゃんと結婚しようとしてるんじゃないかってあ。はい。そうだと思います。いつも酔っ払って私にそんなことを言ってきます。さっきも妻と離婚して私と一緒になるって本気でそう言ってたんです。マキちゃんはそう言われてどう返したの彼があまりにも本気モードだったものですから、私も苦笑いくらいしかできなくて。それを彼は、 嬉しがって照れてると思ったみたいで、より突き上がらせてしまいました。他に彼には何もされてないそうですね。まあ、彼に触られるのはいつものことですが。ああ、ごめんね、本当に。いえ、京子さんが悪いわけじゃありませんから、触られるのは嫌ですが、彼は私の指名客ですし、仕事なので。 だからと言って触るなんて言語道断だわ。許せない。他には何かされたい,いえ、私は口説かれまくるだけで、特別何かをされたってことはないんですけど。あの、彼、会社の領収書を切ってるようなんです。えキャバクラの支払いをはい。まあ、いつもじゃないんですが、たまに。彼はよく、奥の手だって言ってました。私もその時は、 あまり深く考えてなかったんですが、よくよく考えたらこれ、まずいよなって。ありがとう。貴重な情報を入手できたわ。はい、証拠もあります。ありがとう。今まで嫌な思いをさせて本当にごめんね。だから、京子さんが謝ることじゃないですよ。 旦那さんは偶然うちのお店に来て、偶然私を気に入ってただけだし、真剣な顔して結婚を迫られたり、京子さんの悪口を聞かされるのはきつかったですが、それももう終わりなんでしょうええ。奴を再起不能に叩きのめしてやるから任せといて。じゃあ、いろいろとありがとう。また二人でお茶でも行きましょう。あ、それ、連絡するたび言いますけど、 ここ何ヶ月も行けてないですよ。今回ばかりは絶対に連れて行ってくださいね。ごめんごめん。いろいろ忙しくてね。よし。じゃあ、スイーツの美味しいお店に行こう。たらふく食べさせてあげる。やったー嬉しいですおい。さっき投げつけてやったリコンドだけ。サインして提出しとけよ。俺はもう帰ってこねえからな。わかったかねえ。 まだ酔っ払ってるのいつまで飲んでるのよ。うるせえ。今日は俺の人生最大の天気なんだ。祝杯をあげなきゃいけないに決まってるだろじゃあ、今から新しい女のところに行くのおとりもあだろ。俺とみゆきは愛し合ってるんだ。それにみゆきはまだ二十歳だ。お前みたいな年間とは格が違うぜ。彼女は二十歳超えてるけどね。えそれに、みゆきって名前でもない。本名は別にあるの。 源氏名がミラ。そして、客に本名をしつこく聞かれた時に答えるような名前がみゆき。本当に信頼してる人にしか本名は教えないんだよ、彼女は。ちょっと待って。なんでみゆきのことを知ってるだって彼女、うちの会社の社員なんだもん。はあの子はね、病気のお母さんのために昼も夜も働いてお金を貯めてるの。私も彼女がキャバ嬢をやってるってことは知らなかったんだけど。 お店にゆうやが来るようになってから、しばらくして私の夫だって気づいたらしくて、それを私に教えてくれたの。それが数ヶ月前。え、じゃあ、その間ずっと、みゆきから情報をええ。あんたがどんな風に私の悪口を言ってきたかも知ってるし、あんたが彼女と本気で結婚できるなんて勘違いしてることも知ってる。え、か、勘違いじゃないみゆきは本当に俺を愛してるんだ だって、俺と話すとき、いつもあんなに楽しそうに。いやキャバ嬢を舐めすぎ。そうやってお客さんに夢を見せるお仕事なの。本気であんたを好きだったわけないでしょ。いや、俺にはわかる。あれは本気だった。そりゃ、キャバ嬢に騙される男なんて情けないと思うよ。でも、みゆきは違う。ふー。じゃあどうして、みゆきはあんたに本名を教えないんだろうね。あんたのことを真剣に愛していて。 結婚するつもりでいるのに、まだ本名を隠すなんて。は、言っとくけど、みゆきが嘘の名前だってことくらい、俺も知ってんだよ。んみゆきは俺に本名を教えた。それこそ彼女が本気だって証だろ。じゃあみゆきの本名を教えてあゆみだよ。どうだ恐れ言ったかだから言っただろ。俺と彼女は本気で愛し合ってるんだって。ああ、あゆみか。 あゆみは、みゆきで納得しないめんどくせい客に、シャーなしに教える名前だよ。えだから本名じゃないよ。本当にしつこいめんどくさい客にしか教えない名前。客の顔を覚えてなくても、そいつが私のことあゆみって呼んできたら、一発でやばい客だってわかる。彼女はそう言ってたわ。賢い子よね。本当に、本名は違うのかうん、違うよ。まあもちろん教えないけど。ただ言えることは、 彼女は決して、あんたの味方なんかじゃないってこと。嘘だ。俺はそんなこと信じねえ。今から彼女のところへ行って、直接問いただしてやる。そして、そのまま駆け落ちするんだ。だって、彼女の家を知らないでしょあ、じゃあ、店に行って住所を手に入れるまでだ。ちょっと、落ち着きなって、やめなよ。うるせえ。俺は彼女と一緒になるんだ。絶対に結婚するんだ。諦めないからな。ちょっと。 ねえ、大丈夫そう結構ひどくやられたみたいだけど。あの店の奴ら、ふざけやがって、訴えてやるからな。私がお店に電話して警戒してもらってたの。女の子の住所を教えろって騒いで殴りかかる男と、それを止めようとした店員。一体どっちに火があるかなんて明白よね。だからって、殴ることねえだろ自分から殴りかかっといて、殴られたら文句言うの ほんと見上げたもんだわ。それにさ、あんたは別の犯罪行為にも手を染めてるよね。え何の話だ彼女から聞いたよ。店での支払いの時、会社の領収書を聞いてたんだって。え彼女は証拠もあるって言ってる。今のうちに会社に謝っておいた方がいいんじゃないな、なんで、お呼って。これで分かったでしょ。彼女はあんたのことなんか愛してない。あくまでキャバ嬢とお客さんって関係。 彼女はただ仕事を全うしてたの。そ、そんな。あと、会社のお金の不正利用についても、会社に告発させてもらう。な、な、な、もう、やめてくれよ。それを会社に出されたら、俺は終わりだよ。本当に。ただでさえ俺はこんなに傷ついてるんだ。もう勘弁してくれてもいいだろう。私だって傷ついてるの。あんたにひどい扱いを受けて、侮辱を受けて。 いい機会だから、一度人生をやり直すといいわ。そうだ。じゃあ、もう一度、夫婦生活をやり直そう。それがいいだろうほら、俺のことを愛してた,ただろうもう一度チャンスをくれよ。悪いけど、お断りです。私が結婚したのは、純粋で素朴な二十歳の男性なんで。その後、ゆうやは早朝の繁華街の路上で、悲痛の叫びをあげたそうで、 その様子が SNS で拡散され、大勢の人間から笑いのにされてしまいました。もちろん、キャバクラはできん。そして、不正利用の疑いや、今回の問題から会社もクビになり、仕事も住む家も、名誉もないという状態になってしまいました。マキちゃんや私に危害を加えてこないかと心配で、二人で警戒しながら生活していたのですが、彼はすっかり気力を失ってしまったようで、ことが片付くと、ふらふらと街を出ていきました。今では、 関西の日雇い労働者の集まる地区でその日暮らしをしているという話を聞きますが、彼が町に戻ってきても居場所がバレないよう私とマキちゃんは引っ越すことにし、数年経った今ではすっかり平穏な日々を送っています。ちなみに、マキちゃんはお母さんの手術が無事に成功したのと同時に、キャバ嬢も引退しました。